めっちゃいい匂いするんだけど、ピンクの花がまだつぼみだわ。もうちょっと後に来ればよかったな。あ、なんかすげえ混合されたのがね、これ白の中にピンクが混じってますな。多分ね、花粉が混じったんかな。なんかそんなんで花の色が混じるっていうのも聞いたことはあるから。あ、奥底で物言っちゃいけんけど、今まで行ってきた城跡の中でナンバーワンですね、今のところ。この松阪城は感想を言わせてもらうとしたら、次は夏に行きたいですね。ここは年に4回来てもいいんじゃないかな。ここ、これ松阪市の北の方角です。前、三野さんがここで動画撮ってましたよね。ちょっとね、もう城跡となるといても立ってられんので来てはみました。初めてここにね。めっちゃくちゃかっこええ、ここは。石垣萌えの俺としては、動画消したんだけど、わけあって伊賀上野城の石垣よりか、あと広島城の石垣よりか、ここだな。あらゆるところにここ石垣注意って看板があるんですけど、そういう注意書きがある理由がわかる気がしますね。この階段、両方向に行く階段、いいなこれ。これ排水溝なんですよ。さっき反対側から撮りましたけど、向こうからこう流してここに水が落ちるようになってますね。石垣なんでね、あ、石垣だよ。お城、しかも、こうね、一応山にあるお城なんですけども、山の上までね、水を汲むのが大変なもんで、水洗便所があるんで、下の方が水道水通ってるんですけど、当時はそんなもんなかったですからね。綺麗な、これ。ここはね、松阪城の北側ですね。近くがグラウンドみたいで、野球の練習をしてる声が元気よく聞こえますね。今日ね、三重県の天気予報が曇りってなってましたけど、ご覧の通りね、空が見えてますんで、光が差してますんで、雨の心配はなさそうですね。ね、
野球をやっとるんですが、おお、これはやばい。この反りはやばい。いやーやばい、これやべえな。くわー、すげえなこれ。でこっからこの向きでこう流して、あそこを角やろ、角からこう降りて坂になったんですな。やっぱりね、管理する人もいますからね。それはちゃんと道路も整備しないとことには車が通れないしね。あの元利の宣長さんの記念館はこっち方向なんだよ。これも森じゃん。今日ね、あの三重県の松阪市に来て、まあ、あれなんですけど、そのまま伊勢神宮に行くつもりではおるんですけど、あの内宮に行きたいんですよ。内宮にね、その伊勢津川駅から歩いて50分ってアクセスなってるんですよ。タクシーで行っても30分ぐらいかかるってなっとって、30分っていう距離だったらね、お金いくらかかんのっていう感じだもんで、伊勢はねもうどんどんずれ込んでしまうんですけど、また別日に行こうかなと思ってます。もうすぐそこなんだけどね、伊勢市は。多分ね、あの案内が間違えとった。